こんにちは。糖質制限と食事記録で体重185キロから76キロまで109キロ減量&2型糖尿病は寛解の代表です。本日は2型糖尿病に関して絶対に知っておきたい情報を Q&A 方式でお伝えさせていただきます。こちらの映像は2017年に体重が191キロあった時のものと、2024年に体重が76キロまで落ちて109キロ減量した時の比較動画となっております。よければご覧ください。では早速糖尿病についてお話しさせていただこうと思います。質問1、2型糖尿病とはどんな病気ですか？最も多いタイプの糖尿病で、一般的に糖尿病と表現した場合、2型糖尿病を示すことが多いです。遺伝によるインスリン分泌機能の低下に生活習慣の悪化等が加わり、インスリン不足に陥った際に発症する糖尿病です。インスリンとは糖の吸収を促す物質のことで、ホルモンの一種です。血糖値を下げる働きをするホルモンはインスリンのみです。糖尿病が悪化するとインスリンの分泌機能が下がり、血糖値が下がりにくくなります。質問2、2型糖尿病の特徴はどんなものがありますか？血糖値がある程度以上高くなると、食後に眠くなる、喉が渇く、頻尿になる、筋肉が落ちて体重が減る、疲れやすくなる、怪我が治りにくくなるといった症状が出てきます。著しい高血糖になると意識を失って昏睡状態に陥ることもあります。放置していても自然治癒することはなく、症状がさらに悪化してしまい、悪化すると合併症の恐れもあります。日本では2型糖尿病が原因で年間約3000人が糖尿病網膜症になり、約3000人が糖尿病性神経障害で足を切断して、約1万6000人が糖尿病性腎症で人工透析を受けることになっているそうです。そして日本では糖尿病患者は毎年増え続けています。質問3、自分が2型糖尿病かどうかどうやって知ることができますか？2型糖尿病は症状がないのが特徴で、健康診断等で血糖値が高いと指摘されて発見されることが多い病気です。しかし健康診断では検査のために朝食を抜くことが多いため、空腹時血糖を測ることが多いので、糖尿病の把握に一番重要な食後血糖値が測定できません。ご自身で2型糖尿病かもしれないと不安があったり、ご家族に糖尿病の方がいらっしゃる場合、1年に1回は内科または糖尿病内科で食後血糖値を測られることを推奨いたします。先にお伝えした糖尿病の初期症状等が出る前に予防していきたいです。質問4、2型糖尿病になりやすいのはどんな人ですか？生活習慣が乱れている方、肥満傾向にある方は2型糖尿病になりやすいと言えるそうです。特に家族に2型糖尿病の方がいる場合は注意が必要です。家族に2型糖尿病の方がいる場合、体質的に血糖値を下げるインスリンの分泌が不足する人が多いそうです。日本人はこうした体質の方が欧米人に比べても多いことが分かっています。そのため欧米人と違い、少しの肥満でも2型糖尿病を発症する人が多いと言われています。質問5、2型糖尿病は完治しますか？結論から申し上げますと、残念ながら完治はできません。2型糖尿病は薬の服用や食事管理等の継続により血糖値の改善は見込めます。しかし治療を中止すればすぐに治療前の状態に戻ってしまうことが多いそうです。ですが糖質制限や減量、運動療法の継続による寛解を目指すことは可能です。寛解とは、薬物療法を行っていない状態でヘモグロビン A1C 値、
括弧血糖値の平均値のことが 6.5% 未満が3ヶ月以上継続している状態を指します。つまり薬を服用せずに血糖値の状態を健康な方と同じレベルで生活することは可能です。質問6、2型糖尿病の薬はどのくらいの期間飲み続ける必要がありますか。2型糖尿病を一度発症すると完治ができないので、将来的な合併症を防ぐために一生糖尿病の薬をの服用が必要となります。また食事管理等で血糖値を安定化させられれば糖尿病薬を飲まない状態にし続けることは可能と思われます。ですので2型糖尿病の発症前に血糖値対策等を行い、糖尿病を予防することが推奨されます。また発症後は糖質制限等で 食事管理をすることによって血糖値の安定化を継続することは可能と思われます。現在2型糖尿病の方、あるいは糖尿病予備軍の方が将来的な合併症を防ぐために、健康を維持するためにどのようなダイエットが推奨されますか。2型糖尿病を発症していてかつ減量を行いたい場合、肥満になる大きな原因の一つが血糖値の上昇であるため、糖質制限プラスできれば食事記録で血糖値対策とダイエットを兼ねた食事管理を行うことで将来的な合併症を防ぐことは可能であると思われます。私の場合ですと糖質制限と食事記録を2年半継続していて、体重が185キロから76キロまで109キロ減量、血糖値の平均値であるヘモグロビン A1C が 8.3 から 5.0 に減少、それを維持しております。そして食後血糖値がダイエット前が240だったのですが、それが88や95程度に維持していることができています。最後に注意点として、糖質制限を行う場合、腎障害等がある場合は対象外となりますのでご注意ください。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。